それで立ち見駅ですね。まあ立ち見の駅前は何かしらとあるはずですけど、でこれまた中央線にぶつかると、多分早いのはこの名古屋から中央線が詰まった方が早いんでしょうけどね。アホぐらいな、今も走っとんのか。名古屋方面は分かんねえな、こっちやな。だめだよ、岐阜行った。岐阜は直通するんや。へぇ。で、あ、それ結構本数があるんや。で、中津川は、そうやけど、水が見えたらあかんのですよね。で、快速は停車するらしいんで、この中津川行くのではいいと。10時。今何分？今何分だ？ 49 分。10分切ってるか。まあ、トイレしてそのまま乗ってこう。さすがに、繁忙駅、まあ繁忙線ですね。中央線ですからね。もうここはお金なんですね。どっかにダイヤないかな。ダイヤが書いてない。え、出てったか。まあ、龍が、出てきましたけど、面白いのが、今度が、3面5線か。ね、構造になってるんですけど、ここの、挟んだ、ホーム挟んだこっち側が名古屋方面行きになってて、ここの、ホーム挟んだこの二つが、中津川方面なんですね。で、一番奥だけ、タイタ線で使ってると。なんか、だいたいホームごとにその行き先ね、設定してあったりとか、ね、いうのが多いですけど、こういう行動なのは珍しいですね。その代わり、2番線にはほとんど入ってこないみたいで、もう次に行くのは11時37分ってことなんで、1時間37分後ですからね。まあ、この区間は万博か電車か走ってくるところなんで、だいぶ設定化されてないんですね。それこそ立ち見始発、始発ではないのか。まあいいや。ちょっと、多分混んでるんで。このままパッと飛べて。もうそのまま、なんだっけ。塩釜じゃなくて、釜のまで、行こうかな。しっかり新型車両ももう馴染んできましたね。特に中央線は。